マイ FC ロッカールーム。皆さんこんばんは。マイ FC ロッカールームの時間がやってまいりました。藤枝マイ FC の選手のみでお送りする30分、なかなか伝えきれない選手の素の一面を引き出しつつ、普段ロッカールームで話をしている時のような自然な会話でチームの魅力を発信していこうというコンセプトの番組です。本日のパーソナリティは、あれ、ブジ君、あ、もしもし、藤枝マイ FC の矢吹亮太ですけど、FM 島田さんの方でよろしかったでしょうか。大丈夫です。大丈夫です。よろしくお願いします。こんばんは、岩渕です。よろしくお願いします。ちょっと風邪ひいちゃって、今日電話なんですけど、よろしくお願いします。まあ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 、体調管理にはまあ気をつけようということで、ということで、はい、ブチ君の代わりに司会、進行を担当させていただきます。横山明之です。よろしくお願いします。番組ではメッセージも募集しています。選手への質問や番組の感想などあればぜひ送ってください。メールの送り先は myfc@gsky765.jp、 myfc@g-sky765.jp です。皆様のからのメッセージをお待ちしております。マイ FC ロッカールーム。この番組は精管検査センターの提供でお送りします。では改めてゲストということで、岡西選手、自己紹介お願いします。はい、背番号1番ゴールキーパー岡西康介です。よろしくお願いいたします。はい、そして背番号10番ミッドフィルダー横山明之です。本日はスタジオから僕たち2名と電話で岩渕選手をつないでお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと俺さ、よろしくお願いいたします。噛んだよな、ちょっと。いや、もう僕が噛みすぎてるね。もうこっから振りとくってことですよね。そうだよ、はい、これもう始まってるよね。あ、もう始まってます。じゃあ、ほんとすいません、今日皆さん、ちょっと頼むよ、ほんとに。がっつりインのフルの方かかっちゃった。ちょっとインのフルの方マジでかかっちゃったんですけど。いや、焦ったよ本当に。連絡もらった時、いや、今日ね、だいぶ体調良くなってたんだけど、やっぱさすがにさ、なんていうの、隔離っていうのか、うん、それで、そう、あの、行くなって言われて、絶対来るなっていう、俺絶対行くって言ったんですけど。これブチね、本当来てたらすごかったよ。もうクラブがね、全員で止められて今ね、悔しいです本当に。皆さん、すいません。見れるかな、ブチ。ブチも8の数が、そう、8が多分ね、ざっと見、多分ね、足してったら結構偉い数字になるよ、これ多分8。8足したら、分かりやすく言って、うん、8足したら、これ多分、まあまあ、リアルに800近くいってんじゃん、これ。いやいや、嘘つけ。ちょ、マジだって。ちょ、今 LINE 送るわ。すごいよ、本当だよ、すごいよ。8が100個ぐらいありますね、これは。うん、本当に、やっぱね、なんか、ブチが愛されてたなっていうのは、本当にもうなんか、すごい分かった。いや、ちょ、待って。これは本当見て、後で。これマジで800いってるから。言ってんじゃん、だから言ってんじゃん。今見たけど、見た、すごいよ本当に。これうわ、これさ、なんで止められたかな。まあまあ、でもさ、それはさ、確立期間です、うん、もうしょうがないから。いや、でも俺これ多分、あの、今そのスタジオでこの観覧の人たちの、うん、聞こえた人たちの発信見たら、多分上がっちゃって喋れなかった。まあ、今マジで、今マジリラックスした状態で喋れてるから。まあでもさ、これだけさ、愛されてたってことやろ、やっぱり。いや、ありがとうございます。本当、6年間、藤枝でお世話になったんですけど、ね、ちょっともうね、いい思い出ってばっかり。いや、そういうの振り返ってこいよ、ちょっとじゃあ。うん。ね、今年もね、含めて。まず今年？そうだ、まあ俺は今年しかな、あんま1年しかまだ、ね、おらんから。まあでも J2 良かったね。いや、 J2 楽しかったっすね、今年1年間。まあね、クラブとしてもね、挑戦やったね、うん、なんかもう対戦相手、初めてっていう対戦相手が結構多かったんで、うん、まあなんかすごい楽しかったですよね、うんうんうん、サポーターの皆さんも楽しかったんじゃないですか。もう本当にいろんなね、まだ見たことないチームとたくさん試合したりして、うんうんうん、そうですね。
っていうかちょっと待って、これ8すごいな。言ってんじゃん、すごいよって8。言ったよね、俺は持ってないって。行きたかったなこれは。でもさ、やっぱりさ、なんか俺はほら J2 に上がってからのさ、あの藤枝しか知らんけど、やっぱ相当増えたんでしょ、やっぱりこう。相当増えたね、増えた。あ、増えたとかそういうレベルじゃない、全然。そういう次元じゃないですよね。でもそれはやっぱ昔からね、こうちゃんと繋いできてね、気づいてきたもんやから。そうですよね。うんうん。まあ、そうね、去年からでも本当、去年と比べても全然増えたの。うん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 。すごい、だからチームとしてもなんかこの1年は良かったんじゃない、やっぱり。良かったし、大きくなったよね。また来年もっとすごいことになるんじゃない？まあ、これは。うん。それはもう本当にね、そういう風になっていかなあかんしな。まあ、どのチームもそうやろうけど、うん、特にね、藤枝はこれからっていう若いチームやと思うから。これ来年、うん、来年も頑張ろうね。みんなね。うん。本当にちょっと。俺決まったら、でもここで8やってくれてる人たちには先に教えてえな。ああ、まあそうだよな。確かに。うん。どうやったら教えれるかな。じゃあ分かったよ。ってことですよね。俺のインスタライブしようよ、じゃあ。インスタライブいい。いやー、でも結局リリースでね。そうですね。あと次のとこあれしてもそれしかないから。うん、まあでも、皆さん楽しみに、みんな待ってるよ絶対に、これは。頑張るんで。うん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 。頑張って待ちます。まあ、そうだね。うん。じゃあどうする、どういう話する。じゃあ一応これ順番にやっていきます。あ、そういいよ。じゃあキャンプの話とかしますか。そしたらキャンプはね、キャンプって岡くん誰と一緒でしたっけ。俺はね、ゴールキーパーのやつらと一緒だったの。でもまあ基本的にブチと一緒に乗ったかな。あ、僕とブチくんと3人 で、うん、ね、3人でね、なんか散歩しね、散歩したりとか、なんかカフェ入りましたよ ね、コーヒー飲み行ったり、ご飯ちょっと食べに行ったりとか。確かに岡とはそこで掴めたね。うん、いや俺ほんと緊張したもん、やっぱり初めての遺跡やったし。そうなんですか、うん、緊張したんすか。めっちゃ緊張してたよ。出てなかった、出てなかった。なんか体操家に来た時なんか怖かったな、でけえなって思って。あ、でもね、それめっちゃ言われんねんな、みんなに。でかいのになんか左利きだなと思ってびっくりしたんだ。ええやん別に、でかい左利きいっぱいおるやろ。うん、でもいろんな人となんかご飯行ってるイメージはありました最初。あ、俺、はい、いやそれはだからもうほんと自分からやっぱ積極的に行ったよ、やっぱり。岡西そこはね、もうね、すごかったね。めっちゃやったね、自分の中で、うん、ねえねえ、やってよかったしね、それは本当に。うんうんうん、本当に良かった。なんかこれはね、やっぱ遺跡せんかったら分からんかったね。こういう風にやった方がなんかこう新しいところ飛び込んで、はいはいはい、あの人付き合いをこういう風に深めていけるっていうのは、なんかこの先も行きそう、この経験は。いや、いいっすね。ブチ君も最初は1年ずつあれでしたもんね、チーム。そうだね。ってあのさ、1年ずつだとさ、なんかなんて言うんだろう、オフシーズンずっとさ忙しいし、なんか正直こうなんて言うんだろうね、一瞬しかいなかったみたいな感覚だからあれだったんだけどさ、6年いるとやっぱ、6年いて離れるってなるとやっぱ結構なんか、切ない寂しいよな、僕らは。結構それはあるかも。いや、確かに寂しいけどさ。うん、なんか、うん。それはもうチームが離れてもさ、心は繋がってんじゃん。やべえ。マジかよ。いいこと言うじゃん。いや、でも本当にね、この8の数は本当そういうことだと思うよ。これすごいね。やばいよマジで、うん、あ、すごい、また上げてくれ、また上げてくれてますね。本当に後ろのさ、マンションの上とかにもいるじゃん。嘘でしょ、マンションの上。いないよ、いないよ、嘘で。いやいや、なんだよ。めちゃめちゃ覗いてもうて。結構みんな振り返ってましたよ今。そんぐらいに見えた、そんぐらいに見えちゃった。ごめん、ほんとね、すごいよ。うん、なんかこういう選手になりてえ、やっぱり。いやいや、みんなね、そういうの持ってますよ、絶対。皆さんね、みんなのこと応援してくれてますから。まあまあ、そうだね。それはね、優しいよね。もう本当温かいサポーターですし。うんうんうん。そうですね。うん。間違いない。はい。結構、まあ、距離が近いですよね、僕らは、やっぱり。サポーターの。距離近いね。だって、しかもさ、こうやってやっぱラジオとかやって、こうやって毎回見に来てくれるのとかさ、めちゃくちゃ嬉しかったっすよ。そうだね、そうだね。いや、本当にだからさ、毎回さ、こう、やっぱこう、写真をさ、撮ってさ、上げてる人とかおってさ、毎回本当ラジオやっぱ見きあのね、聞くだけでもいいのに見に来てくれてるなってのはやっぱ本当すごいよね。いや、めっちゃびっくりするぐらい毎回ね。うん、多くの人に来てもらって、
最初はね結構緊張して何も喋れなかったりとかあったんですけど、だいぶ最後の方は今だから言えるあの時丸々だった、うん、今だから言える あります何か俺あーそれで言ったら今だから言えるってのはもう最初やっぱブッチーは怖かったっ嘘でしょ。いやいやだからあのそんなにさ今やからさこうやってさ何でも話せるけど俺もやっぱさ最初ちょっと牽制しちゃうしさ同級生ってむずいんだよね。同級生は難しいですよね。まあまあ確かにそういうのあるかもな。でも本当にこんなに仲良くなれるって俺思わんかった最初。いや結構あれですよ ね本当に、まあ、よく飲みにも行きましたし。いやもう本当ねいろいろ話したよね。なんかオフの時とかはね熱い話したよね本当に。まあしましたね本当に。それは本当ね俺もいや横ともそれはもちろんさ飲むっていうか家で飯食ったりとかもしたり。そうですね。ブチ君はすごいお世話になりましたね僕は。え俺はいや僕ももちろん。いや、はい、以上で。お金し広いからな。ブチ君だ僕4年一緒にやってますもんね。そうだね4年やってるし。横も藤田4年か。そうです。いやじゃあ長いね意外と、うん、意外と長いくなっちゃいましたよね、うん、いやでもねそれねやっぱ一つのチームに入れるって本当ね素晴らしいことだと思うよ。そうですよね、うん、いやさすが岡西10年こうからまあ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 、まあうん、本当にねそれは本当にねやっぱそれぞれねいいチームやし。いやこれさ話尽きないなこれ多分。そうだね俺本当は行って今日1時間とかやりたかったぐらいマジで。そうだ延長戦あったよねできたよね本当に。できるできる。そうでも言ってそうだから8見たら上がっちゃって喋れなかったからよかった。そうじゃあそろそろここで1曲お届けします。横山選手からのリクエストです。選曲理由はそのまま曲振りもお願いします。はい。この曲は、まあ、最近プロポーズ大作戦っていうドラマを見れるんですけど1話ずつちょっとそれ結構ハマっててその曲をちょっと選ばせてもらいました。最高だよね。あれ、うん、はい。桑田佳祐さんで明日晴れるかな。今日は19時45分になりました。この時間は岡西選手をスタジオにお招きし岩渕選手とお電話をつなぎ僕横山球輝の進行で お届けしております。選手のみでお送りする30分マイ FC ロッカールーム。ここからはマイ FC インフォメーションの時間です。クラブからのお知らせを本日は一つお届けします。激闘 J2 藤枝マイ FC パネル展 in 藤枝駅前商店街開催ということで JR 藤枝駅北口徒歩3分の藤枝絆ベースでは現在今シーズンの J2 での激闘を振り返るパネル展を開催中です。期間は2024年2月9日金曜日まで15時から20時の間でご覧いただけます。なお水曜日木曜日はお休みとなりますのでご注意ください。詳しくは藤枝駅前商店街の公式 X をご覧ください。以上、マイ FC インフォメーションでした。はい、ブチ君フリートーク入りました。はい、はい、あちょっと今また写真見てた橋のやばいよ本当に。いやこれ俺今さ、うん、なんか歌も良かってよくて、うん、でしょ泣きそうなった、うん、マジで泣きそうなった今。いや本当そうなんだよ歌いいですよね。危なかったと思うわ。見せれないね泣いた顔なんかね。いや多分いやもう多分泣いた最近俺結構涙もろくて。じゃあ泣かすもう一回もう泣かす。じゃあ早速いきますか。じゃあ、うん、じゃあ泣かす一回じゃあ、ラジオネーム、ななこさん。いやいやねねこだねねこでした。ねねこさんだから、はい、お便りありがとうございます。8個で7はダメ8だよ、うん、今日は岩渕選手横山選手岡西選手こんばんは。私は今年の夏にマイ FC のファンになったばかりの初心者サッポですが藤枝マイ FC と聞いてまず思いついたのは岩渕選手のことでした。後にも先にもミスター藤枝は岩渕選手で間違いないです。マイ FC のファンになってからもっとマイ FC のことを知りたいと思い YouTube でロッカールームを見るようになりました。ゲストにも視聴者にも楽しんでもらいたいという思いを乗せた
岩渕選手の進行はリスナーからすると本当にワクワクしました。岩渕選手がいなくなってしまうことは想像もしていなかったのでとても寂しいです。ファン館の時の帰りのハイタッチの時の一言ありがとうございましたが言えてよかったです。岩渕選手がサッカー選手をやっている限り応援しています。残った選手サポーターで岩渕選手が作り上げてくれた藤枝真由志を来年は絶対に J1 昇格をつかみ取ります。岩渕選手ありがとうということです。ありがとうございます。っていうのが、まあ、時間の都合上ね、今一つしか紹介できへんけどめちゃくちゃ来てる。いやちょっと今本当やばかったわ。いや本当にやばいよ、本当にやばいぐらい来てるよ。うん、ちょっとまず多分そこにいたの泣いてたから、うん、だから本当ちゃんと持って帰って渡すからちゃんと読んで、でしっかり枕濡らして、正座してる本当ね、本当にすごいわ。もうね、何回も言うけどお前やっぱすごい、愛されてる、本当に愛されてる。いやそう、まあそらさあれだけどさ、いや僕もねいなくなるってあんま想像してなかったんですけどね、正直。まあね、うん、そうだよね。だからねその分やっぱ寂しさもねありますけど、うん、もうなんかだいぶ時間も経ったんでまた次向いてはいますね。これ以上話すのなきそうになるからね。そうですね、うん、俺らもきついよね、うん、寂しくなりますよね、うん、俺らも寂しくなるからやめよう辛いわなんか。いやでも本当に楽しいですよね、うん、藤枝。そうだよ。じゃあさあれやろうか、うん、今年の一文字。あーそうね、はい、そうね、じゃあやろうか。なんかね、一応梅茶さんより、ね、いただいてます。今年1年を表す漢字1字、うん、それぞれ教えてくださいということです。誰からいく？そうですね、じゃあ僕からいきますか。いいよ、一番下の、うん、いていて僕やっぱあの幸せっていう感じですね。結婚ってことでいい？そうですね、まあ、うん、結婚もありましたし、サッカー、はい、サッカーもやっぱりまあ、ブチ君とカ君もそうですけど、うん、やっぱ本当にいいメンバーで、うんうん、今年1年間サッカーできたんで、うんうんうん、結構なんかその一体感というか、うん、そういうのを感じてサッカーできたんで本当幸せだなと思って、シーズン中から感じることってあんまり正直ないじゃないですか、なんですけどすごい感じてサッカー今年はできました。なのでその文字ですかね、幸せね、幸せ、いいね、いいね。ちょっとやっぱブチ最後のいいから、俺それ最後いくわ、はい、俺もねちょっと横に似てんねんけど、そう何かなって考えてて、俺はちょっとね縁がある、その縁、うん、俺なんか縁かなって思ってさ、初めて今回移籍してきて、でまあさっき緊張してどういう選手なのかなとか、みんなどんな感じなのかな、自分馴染めんのかなって思える中で、むしろねこっちに来てブチとか横とか藤枝の選手とね出会って、本当に俺みんな大好きやし、なんか本当に来てよかった、こういう縁がなんかつながっていくと、ね、この先もなんか楽しく人生送れそうやなと思ったから、うん、今年は縁っていう文字で。じゃあ最後頼むわ、締めで。僕は挑戦の人挑む、はい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 、うん、やっぱり J2 僕10年ぶりやったのかな、うん、まあ、ほぼ初めてでね、新しい舞台でプレーするっていうのも、やっぱりこう挑戦していく気持ちなきゃできなかったし、まあ、途中ねそれがなくなってちょっと苦労したりして、うんうんうん、終わってみればそういうものをもっと持たなきゃなっていうふうにも思ったし、うんうんうん、来年はもうまたさらにね挑戦していきたいなって今また思ってるんで、うん、もうそればっかり考えてるってことはその図かなっていう、まあそうやんな、ところで、ブチいつもそれ言ってるもんな、確かに、うん、なんかそれかな。まあ、大事、サッカー選手やっぱみんなそうだけどね。そうだね、まあそうだね、うん、やっぱり本当そうだよね。そう、結局やっぱそこだよね。ちょっと一時期忘れてたりもしてたから、まあ、あるよなそういうことは本当に。 そこをね大事にこれからもやっていきたいなっていうふうに思います、うん、思ってます。はい、じゃあまだ伊藤ちゃんは今年の人も、あ、そうだね、伊藤ちゃんも入れちゃおうか。じゃあ来たい、うん、いや、うん、いやいや、うん、また今年ずるいなその間にもう3つぐらい、はいはい、あと今シーズンの個人的 MVP を1人ずつ選んでほしいですというメッセージもいただいてます。途中から加入した選手でも構わないそうです。ちょぜひ理由も教えていただけると嬉しいですということで、はいはい、誰ですかね。よく誰、僕は
誰ですかね。僕は小笠原ですかね。おうおうおお。それ理由はなんでなん。まあ夏勝てない時期やっぱりありましたけど、うんうんうん、まあ、熊本戦で小笠が取ったゴールっていうのはやっぱすごい印象に残ってて、うんうんうん、なかなか勝ててない中で、やっぱ小笠もやっぱ個人的に気合が入る試合ってなかなかやっぱ結果につながるってないと思うんですけど、それをなんかこうちゃんと点取ってちゃんと勝ってっていうのはやっぱなんか印象に残ってて、あの試合なかったらそっからも厳しい戦い続いたと思うんで、はい、小川を MVP に僕は選びます。そうね、確かにあいつすごかったもんね。はい、 MVP ブチもう決まってる。いや今めっちゃ考えてる。あ、 MVP 結構いるんだけど候補は、はい、いや選手ってなるとむずいな、はい、でもやっぱり横じゃない、横だと思う。いや本当ですか。横は頑張ったよな、うん、本当にお前今年、ね、やっぱ1年通して、うん、チーム引っ張り続けたし、うん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 、結果もねちゃんとしっかり残しながら、ありがとうございます、うん、そこはやっぱり横かなって今思いました。あと寮とかね、寮は前半戦の躍進なんか、はい、寮いなかったらね、うん、また難しかったかもしれないし、そうだね、逆に後半戦はヤムケンいなかったらどうなってたかとか、そういうのもあるし。そうだな、ヤムケンもな、もうみんなみんなみんななんだけど、みんなってあれだけど、ね、一人で絞れないですね、うんうん、それぞれなんだけど、やっぱり1年通してしっかりプレーし続けてっていうの意味では牽引したっていうのは横かなっていうふうに思います。いや本当そうだよ、やっぱお前だよ、うん、お前頑張ったよ言えよ、言えよ、もう本当本当みんな、マジでみんなだよ、もう本当になんか決めれない俺正直こういうのダメだ、もうみんなみんな好きだ、お金しっぽいわいや本当決めれない、うん、本当にもうなんか出てる出てないかかわらず頑張ってるやつらばっかりだし、やっぱりまあそうね、みんな本当ね、うん、あのそこすごいなって思った、うん、いや本当に藤枝の一番の強さかもね、それはマジで。みんな練習ちゃんとやる、うん、ちゃんとやる当たり前なんだけど、それがむずいんだやっぱりね。そうだったりするんですよ、ね、毎年サッカーね、いろんな J リーグのチーム見たりとかね、自分もそこのチームに入ってて分かるけど、本当それがむずいんだ一番。俺はそういうタイプじゃないからすごいなって思って、うんうん、そうですね。じゃあすいません、ブチ君そろそろあのお別れのお時間が近づいてきましたので、はい、この番組は青函センター、あ、青函センターちょっと待ってください、もう一回出しますね、はい、この番組は青函検査センターの提供でお送りしました。はい、これブチ君がということですね。じゃあ、はい、今回の放送はねそろそろ終わりということで、はい、今年1年間ありがとうございました。本当楽しんでもらって、楽しい、僕も楽しませてもらって、皆さんも楽しんでもらえてたらと思うんですけど、本当にお世話になりました。ありがとうございました。ちょっと寂しいな、これで終わっちゃうの。まあね、しょうがないね、り足りない時間だから。いやだからもう本当さ、それはさ、またさ、あるよ、絶対会うよ。これ伸ばせないですか？伸ばせないか？ダメ？課金課金。ダメか、ね、寂しいよね、でも本当に。いやでも本当あのラジオパーソナリティとしてどう成長していこうかっていうことを常に考え続けた1年だったんでいい経験してんな本当に本当にいい経験してるよね。はい、なかなかこんな経験できないし、また来年はもっといいラジオパーソナリティ目指して頑張っていきたいなって思ってます。え、待って、来年もっといいラジオパーソナリティ目指してるの？ちょっと待って、ちゃんとなんかちょっと、うん、ごめん、なんかうんうんとか聞いてたけど、なんかいや、ラジオパーソナリティやんの？あ、だったら、うん、だったらいい経験になったね、本当に今年ね。いやいやいや、でもね、今年本当それも楽しかったし、やっぱなんかこれで、なんかね、本当ね、サポーターの皆さんと触れ合う場がになったんですよね、この毎週ロッカールームが。うんうん、そうね、そうね。そこでね、まあ、勝ててない時期とかどんだけ励まされたかっていうのはもう、そあの、これは本当に僕感じてたことなんで、本当に皆さん感謝してもしきれないですけど、本当にありがとうございました。まあ、やっぱり裏切らないようにしなきゃダメだね、はい、ね、頑張ろう、うん、本当にまた、はい、時間あと45秒です。2人もさ、一言ずつ今年のやべえぞ、ぶち時間ねえぞ、メッセージ、うん、いや本当1年間ありがとうございました、本当にありがとうございました。もうね、皆様の応援がなかったらっていうので、はい、本当に支えられました、はい、僕たち選手は。すごい楽しかったです。
よし、じゃあ、ね、締めるか。はい。え、まだまだだってあと20秒くらいあるでしょ。あ、あと20秒ある。あと20秒です、うん。うわ、あと20秒。これ伸ばせない。まえギリギリまで。いや、奇跡的にいけるかもしれん。いや、もう無理か。でも、また、あの、来年もどっかでプレイすると思うんで、僕のことも応援してください。藤枝まやしのことも、うんうん、皆さんよろしくお願いします。はい。それでは、せーの。さよなら。岩渕選手からプレゼントがあるってことで、あの、バッグと帽子とユニフォームがあるってことなので、あと帽子、帽子、最初はグー、じゃんけんぽい、最初はグー、じゃんけんぽい、勝った人、勝った人、はい、いや、これ取って、あのブチに一言ください。ブチさんに一言いただきます、ありがとうございます。5年前からずっと応援してました。同じ8番です。あ、ね、チームの8番じゃんね。応援してます、頑張ってください、ありがとうございました。今までありがとうございました。これからも活躍期待してます、頑張ってください。ワクチさんのやつなんですけど、これちょっと1個もらいました、ありがとうございます。これからも頑張ってください、応援してます、ありがとうございます。応援してるね。6年間お疲れ様でした、また会いに行きます、頑張ってください。お願いします。2年間お疲れ様です、大切に使わせていただきます。ありがとうございます、大事に飾っておきます。これからも応援してます。で、青木公園だったから、青木公園で話してくれてありがとうございます。6年間ありがとうございました。これからもずっと応援します、頑張ってください。とっても嬉しいです、ありがとうございます。ずっと応援してます。